し柔らかく表現して。はい。あと B メロ4小節目、もっともっと気持ち殺して。はい。お、やってるやってる。なんだかんだと言ってもさすがだよな。やっぱ桐生の作るサウンドはすげえや。悔しいけど学ぶところ大いにありだね。お疲れ様でした。トラックダウン終了です。やっぱ波じゃないぜこの子。このテレビ局は最近では少なくなったベストヒットの生番組をやってるのよ。もうすぐリハーサルが始まるところみたいね。あっと、あの人がこの番組のディレクターよ。挨拶していきましょう。ちょっと気は進めないけど。はい。お、挨拶回り、ご苦労さんだね。ええ、今度うちからデビューする子です。立石のあかりです。よろしくお願いします。知ってる知ってる、 L2 プロの期待の新人ね。派手にプロもやってるし、キリュウとのコンビ業界では知らない人はいないと思うよ。ありがとうございます。まあ話題の大きさだけで売れるんなら苦労はしないけどね。この世界は本物だけしか残っていけないところだから、この子に実力がなければそれまでだな。厳しい。私にやっていけるかしら。そんなことは重々承知しておりますよ。ああ、そっか。なおちゃんはその辺身に染みてよくわかってるんだっけな。たくなんでいつも一言多いのよこいつは。おはようございます。おはようございます。御堂かすみだ。テレビで何度も見たことある。あら、どうもご無沙汰しています。こちらこそかすみさん、もう私なんか気軽に声をかけられないほど遠い存在になったわね。そんなことありませんよ。ところでそちらの方は。ああ、紹介するわね。今度うちの事務所からデビューするの。立石のあかりです。よろしくお願いします。あの、私も御堂さんのような素敵な歌手になれるように頑張ります。御堂さんだなんて、かすみでいいわ。それにしてもあなた、想像していたよりもずっと可愛らしい方ね。そんなこと。私ね、あなたの歌とても期待しているの。御堂、かすみさんに期待されるほどのものじゃ。いいえ、あなたをプロデュースしている桐生さんを見ていればわかるわ。あの人の眼中に私は入っていないみたいだし。あなたに笑いかけるマサルさんなんて見たくないわ。え？あ、またあの曲だ。最近ラジオとかでよくかかってるよね。うんうん、いいよねこの曲。 CD いつ発売するのかな。しかし L2 さん、えらくこの子に気合い入れてますね。そりゃそうだろう。果てしな光一の娘で、あの桐生勝がプロデュースするんだ。おまけに実力もある。正真正銘 L2 さんは金の卵を手に入れたって感じだよ。でも桐生勝って東印芸能会長の息子でしょ。なんでまた弱小の L2 プロなんでしょうね。確かに桐生も果てしな光一も元東印芸能のアーティストで現在失踪中。これはネタのホープかもしれんな。ねえ、ちょっとおじさんたち。私、その立石の光一の居場所知ってるわよ。え、その話もう少し詳しく聞かせてくれない？いいわよ。トライアングルアゲイン。
一体一日に何回かかってんだよこの曲。ダメ、明かりそこストップ。そこはもっと聴いてくれる人のことを意識するんだ。はい。違う、そこ半音ブレてるぞ。はい。怖い子だわ。短期間にこれだけの表現力を身につけるなんて。しかもこの子、マサルさんに恋して。ただそれがこの子の落とし穴になるかもしれないわ。もう朝から飛ぶように売れてるそうですよ。オリコンの今日の集計だけでもひょっとしたら。そう、明日はテレビに初めて出る日だし、これでさらに売り上げも人気も加速するといいわね。投資した甲斐があったな。まさに桐生勝様々だよ。この調子でいけばミリオン確実ですね。予想以上です。そうか、問題は彼がいつまで続けて契約をしてくれるかな。え、誰よりもこの曲を理解し、そしてうまく歌える。嬉しい。初めてマサルさんに褒めてもらえた。さあ、あかり、翼を広げる時が来たよ。アイアングルアネーム。先日はご忠告ありがとうございました。いや、驚き驚き。もうチャートに入ってくるんだもんな。宣伝はド派手だけど中身は空っぽなんてことはなさそうだね。それはうちのアーティスト見てからご判断いただきたいわ。きついなあ、なおちゃん。わかった、楽しみにしてるよ。お先上がります。お疲れ様でした。次の曲では絶対に負けないわよ、かすみさん。さあ、行くわよ。はい。Goodbye to my loneliness、御堂かすみが第2位。では1位は一体どんな曲なんでしょうか。テレビ初登場です。立石中でロンリネス。すごいな、なおちゃんが言うわけだ。これが初めてテレビで歌う新人なのか。マサルさん、気づいているのかしら。この子の思いが増せば増すほど致命的な結果になるということ。ビジュアルだけの子じゃない、こりゃ本物だよ。この衝撃はあの御堂かすみ以来だ。
ちょっとあなた、楽屋に入るときはノックぐらいしてく。え、ヨシキ君？おお、佐久間女子じゃん、久しぶり。あ、そういやあんた、L2 プロの新山に引き抜かれたんだってな。別にそういうわけじゃないわよ。ところで何しに来たの？噂のあかりちゃんがどんなのか見に来たんだよ。あ、ダメダメ、今こっちに来ちゃ。硬いこと言うなって。こら、ヨシキ君。はあ、これはこれは。誰？出てってください。いいね、好みのタイプだ。佐久間さんさ、今夜だけでいいからこの子貸してくんない？何バカなこと言ってんの。あなたと二人きりなんてできるわけないじゃない。ほら出て行きなさいよ。いいじゃん、ちょっと付き合いって。やめてください。ちょっとぐらいいいだろ、遊びに行こうぜ。マサルさん、そこまでにしておけ。そういやあんたにはナイト様がついてるんだっけな。忘れてたぜ。そんじゃあかりちゃん、今度は二人っきりになってゆっくりしようぜ。まったく油断も隙もないわね。怖かった。この業界、何事も隙を見せれば簡単に餌にされる。気をつけた方がいい。立科あかり、音大付属の高校に通う16歳の少女。天才作曲家立科浩一の血を受け継いだ非凡な少女はどんな翼で音楽業界に飛翔するのか。さまざまな人間模様が織りなすドラマの幕が上がる。第3章トライアングルアゲイン、混沌とした三角の形。ふんわりつの歯車が回る。